J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト 実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わりますこれで音量調整を終わります聞こえない人は手を挙げてください これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。 文は一回しか言いません。まず、例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか 1>, ?1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。 一番いいものは1ですですから例のように1をマークします問題は1から6までありますそれでは問題を始めます A の写真を見てください。問題1これは何ですか

展覧会です。2、乾杯です。3、結婚式です。4、相撲です。C の写真を見てください。問題3、ここはどこですか 1>, ?1、工場です。 二和室です。三屋上です。四畑です。D の写真を見てください。問題四何をしていますか。一髪を切っています。二 荷物を持っています。三。頭を振っています。四。手を回しています。いい、e、の写真を見てください。問題五。正しい説明はどれですか。一。 車にカバーがかかっています。2、男の人は食器を持っています。3、男の人はタイヤを洗っています。4、洗剤の種類が多いです。F の写真を見てください。 問題6。訪問した会社の受付で山田さんと会う約束があることを伝えます。こんな時何と言いますか ?1。2時に山田様とお約束させていただいております。2。2時に山田様とお邪魔いたします。3。2時に山田様に来てもらいたいんですが、 4.2時に山田様にアポを取ることになっております。2. 聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から、 一番いいものを一つ選んでください文は一回しか言いませんまず例題をしましょう例題を見てください男の人と女の人が話しています男の人のカバンはどれですか私のカバンは 黒くて大きいです。これですか？ええー、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは４です。ですから例のように４をマークします。問題は７から１２まであります。 それでは問題を始めます G を見てください女の人と男の人が話しています問題7女の人は何を買いますか母が風邪をひいてしまったんですよ 熱が下がらなくてずっと寝ています。それは大変ですね。仕事の帰りにスーパーに寄って何か買ってあげようと思っています。食べ物ですかうーん、そうですね。あまり食べることができませんから冷たい飲み物にします。問題7。女の人は何を買いますか 英知を見てください。会社で女の人と男の人が話しています。問題8男の人はいつ名刺を受け取りますか社長、来週の月曜から出張に行かれますよね。名刺はまだありますか 少ないようでしたら注文いたしますが。ありがとう。今回の出張は大勢の人に名刺を配ると思うから足りなくなるな。じゃあ注文しておいてくれる明日には届くかな ?3 時までの注文なら大丈夫なんですが、今からですと明後日金曜日になります。困ったな。金曜日は休みを取ってるんだ。 月曜日は朝早いから家から直接空港に行くつもりだったんだけど、土日のどっちかで会社に取りに来るか。でしたら月曜に空港にお届けしましょうかいや、それは悪いよ。じゃあ、明後日名刺が届いたら家に送ってくれる土曜日には届くよね。ええ、一日で届くはずです。もっと早く気がつけばよかったですね。 いやいや、言われなかったら出張先で名刺を切らしていたよ。ありがとう。問題8。男の人はいつ名刺を受け取りますか愛を見てください。女の人と男の人が話しています。 問題9。女の人は何を着ますか卒業式何着ようかなスーツじゃダメなの女の人はスーツ着る人あまりいないからな。就職活動みたいになっちゃうし。でも男の人はほとんどがスーツだからいいよね。じゃあ着物は着たことあるあるわよ。 着物は綺麗で大好きだけど、歩くのが大変なのよね。ああ、じゃあ、袴はどう袴って、下は長いスカートみたいなものでしょ着物より歩きやすそう。それに大きなリボンが前にあるの、かわいいよね。袴の中には、着物を着てるのよ。私、袴は履いたことないけど、歩くのは着物と同じで大変だと思うな。 へえ、そうなんだ。じゃあ、パーティー行くときに着るようなドレスはこの間買ったって言ってたよね。うん、でもちょっと卒業式って感じじゃないかな。うーん、やっぱりスーツにしようかな。アクセサリーをつければいいかもしれない。うん、そうだね。問題9 女の人は何を着ますか J を見てください。女の人が話しています。問題10。女の人は昨日スーパーでいくら使いましたか このグラフは、スーパーで1回の買い物に使う金額を聞いた結果です。1000円未満が12%、1000円から2000円が33%、2000円から3000円が30%で、3000円以下で4分の3になります。でも私は1週間に2回しかスーパーに行かないので、もう少し金額が大きくなります。 食費を月4万円までと決めているため、1週間の食費は1万円です。買い物は1週間に2回行くので、1回の買い物代はいつも4000円から5000円ぐらいです。でも昨日は1週間分まとめて買いました。今週は忙しくてスーパーに2回行けませんから。 問題十、女の人は昨日スーパーでいくら使いましたか。絵を見てください。男の人が話しています。問題十一。 14歳以下の女の子の数はどれですか国がまとめた14歳以下の子供の数は前の年より18万人少ない1533万人でした。これは1950年以降で一番少ない数で38年連続で減っています。1533万人のうち 男の子は785万人、女の子が748万人です。年齢別では、12歳から14歳は322万人ですが、0歳から2歳は286万人です。日本では生まれる子供の数が減り、お年寄りが増える少子高齢化が年々進んでいます。国は、 子供を安心して育てられる環境を作って少子化を止めようと出産や子育てへの支援に取り組んでいます問題11 14歳以下の女の子の女子数はどれですか L を見てください。 男の人と女の人が話しています。問題12男の人がブックカバーを使う理由はどれですか佐藤さん、読書好きですよね。ブックカバーを使っていますかええ、使っています。本を汚したくないですから。 それにどんな本を読んでいるか人に知られるのは恥ずかしいですよ私の国では本にカバーをつけて読んでいる人なんて見たことがなかったんですそれで気になって日本人がなぜブックカバーを使うのか調べてみたんですそれがこの結果なんですがやっぱり佐藤さんと同じ理由でつける人が多いんですねそうでしょうね 私は汚れるのも読んでいる本を知られるのも気にしないですけどね。そうですか。でもこの間、本屋で本を買った時、ブックカバーをつけてくれたのでびっくりしました。それでそのまま私もブックカバーをつけるようになりましたよ。私はいつもカバーを断っています。自分で気に入っているブックカバーをいくつか持っているので。 読む本の内容に合わせて好きなデザインのカバーを選んで使っています。へえ、ファッション感覚で使うんですか。面白いですね。問題12男の人がブックカバーを使う理由はどれですか 三、応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。一、二、三の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、 例題をしましょう。例題一おはようございます。1>, 1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2、お仕事は会社員です。一 私も会社員じゃありません。二、私も会社員です。三、私も医者です。一番いいものは、例題一は一、例題二は二です。ですから、例題一は一、例題二は二を、例のようにマークします。 問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。このペンは誰のですか 1>, ?1。わかりません。2。私のペンと同じです。3。安かったです。 問題14カッターはどこにありますか ?1 どんな匂いですか ?2 引き出しの中です3お風呂に入っています問題15行ってきます1お帰りなさい2行ってらっしゃい 三、行ってまいります。問題十六、お母さんはどんな人ですか一、料理を作ることです。二、一緒に旅行に行きたいです。三、料理が上手で優しい人です。 問題17、英語は話せますか ?1、いいえ、勉強しません。2、いいえ、苦手です。3、いいえ、壊れています。問題18、これは輸入しているんですか ?1、はい。 社長にもらいました。2、はい、アメリカから。3、はい、1ヶ月前です。問題19、靴は脱いだ方がいいですか 1>, ?1、履いたままで大丈夫ですよ。2、投げないでくださいね。3、 素敵な靴下ですね。問題20。スプーンはありますかそこに箸が出してありますよ。1>, 1。箸がうまく使えないんです。2。いつも右手を使っているので。3。もう食べ終わったので箸はいりません。 問題21この資料まだ必要でしょうか1、いいえ、邪魔しないでください2、いいえ、捨ててください3、はい、もう集めました問題22お飲み物はいつお持ちしますか1、アイスコーヒーをください 2. まだ飲んでいません。3. 食事の後にお願いします。問題23。いらっしゃいませ。パソコンはどこにありますか ?1. 1ごちそういたします。2. ご案内いたします。3. ご招待いたします。 問題24また同じミスをしていますよ。1申し訳ございません。2嬉しく思います。3成長しましたね。問題25お食事はお済みですか ?1 味の好みは人それぞれですから。 まだです。お腹ペコペコです。3. ええ、ちょっと油が多いですね。問題26。メールの宛先間違えて送ってるよ。1>, 1. 送っちゃダメ。2. あ、しまった。3. 直してあげる。 問題27買い物に行くならついでにはがき出してきて。1分かった、そこに置いといて。2ううん、郵便局に行くんだ。3はがきは売ってないよ。問題28このポスター誰が作ったんですか私ですが、 一、リズムがいいですね。二、テンポがいいですね。三、センスがいいですね。四、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は。 一つの問題に二つか三つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから今日は帰ります。わかりました。 女の人はどうして帰りますか一番いいものは2です。ですから例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。 一、電話で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いてください。お電話変わりました。高橋です。お世話になっております。ホンダですが、すみません。お願いしていた資料、もうできていますでしょうか。はい。これからファックスで送るところです。 ありがとうございます。今、会社の外におりますので、メールで送っていただいてもよろしいでしょうかわかりました。では、これからお送りします。ありがとうございます。問題29。男の人は、この後、何をしますか 問題30女の人は今どこにいますか 2>, 2アルバイトの面接で店長と女の人が話していますこの会話を聞いてください ちゃんさんはいつ日本に来ましたか半年前です。そうですか。一週間に何日働けますか毎日働けます。今、日本語学校に通っていますが、授業は月曜日から金曜日、平日の午後だけです。5時に終わりますから、平日は毎日6時から働けます。 土曜日と日曜日は一日中働けます。たくさん働きたいです。お願いします。そうですか。日本語が上手ですね。毎日来てほしいんですが、留学生のアルバイトは一週間に28時間までですよね。ああ、はい。学校で聞きました。では、月水金に午後6時から4時間、土曜日と日曜日は 8時間ずつ来てくれますかはい、ありがとうございます。頑張ります。では、来週からお願いします。問題31。女の人はいつ働きますか 問題32店長について会話の内容と合っているのはどれですか?」「3電話で女の人と男の人が話しています」「この会話を聞いてください」 もしもし、フランシスさんかおりさん、どうしたのごめん、遅れそう。今、バスに乗ってるんだけど、事故があったみたいで、道がすごく混んでて。美術館、先に入って見ててもらえるいや、一緒に入りたいから待ってるよ。でも、どのくらい遅れるかわからないよ。じゃあ、近くの本屋にいるよ。着いたら電話して。 美術館の入り口に行くから。だけど、本当にバス全然動かないから、もしかしたらあと1時間くらいかかるかもしれないよ。大丈夫。1時間でも2時間でも待っててあげるよ。でも、本屋で立ってるのが疲れたら、隣の喫茶店でコーヒー飲みながら待ってるね。わかった。じゃあまた電話する。本当にごめんね。 問題三十三。男の人はこの後どうしますか。問題三十四。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか。 4。会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。高田部長、どうしたんですかいや参、ま、ったよ。こんなに降ってくるとは思わなかったから、傘を持っていかなかったんだよ。ちょうど面談が終わって、相手の会社を出た時に降り始めて。 こんなに濡れてしまったよ。このハンカチどうぞ、使ってください。ありがとう。あの、さっき部長にお電話がありまして、坂町社の藤田様が、できれば今日打ち合わせをしたいとおっしゃっていましたが。悪いけど、こんな格好じゃ打ち合わせできないから、日を改めてもらえないか電話しておいてくれるわかりました。よろしく。 問題35女の人はこの後何をしますか問題36会話の内容と合っているのはどれですか 五、男の人の話を聞いてください。区役所に来た人に、区役所の利用のしやすさについて聞いてみました。まず、良い点として最も多かったのが、地下鉄の駅からエレベーターで直接1階に行けるという点でした。次に、案内の文字などが大きくて見やすい。 そして、ロビーが広く座れる場所が多いということも好評でした。逆に広すぎてどこへ行ったらいいかわからないという意見もありました。その他、問題点として駐車場が狭いこと、書類の発行の料金が高いことなどがありましたが、一番は待ち時間についてでした。待ち時間が長いという苦情は、 窓口にも多く寄せられています。また、書類の発行をオンラインでもできるようにしてほしいという意見も多く、特に若い世代からの意見が目立ちました。問題37。区役所の良い点として一番多かった意見は何ですか 問題38区役所の問題点として一番多かった意見は何ですか